特攻有志の像特攻有志の像は、大東亜戦争において大日本帝国海軍及び大日本帝国陸軍が行った特別攻撃によって戦死した若き特攻隊、戦没者に対する異例のために制作されたブロンズ像である。公益財団法人特攻隊戦没者異例、検証会によって日本各地の五国神社境内などに混流されている。 財団法人特攻隊戦没者慰霊平和記念協会が大阪芸術大学学生や教授等を中心とするボランティア団体、日本人の心を伝える会により2年がかりで完成させた CD、R 特攻の販売売上駅でもって特攻有志の像を制作し全国の五国神社に奉納するという企画に対し、慰霊検証を通じて史実を後世に伝え、 特攻隊戦没者の精神を今一度国民の肝に銘じ我が国の末長い繁栄に資することを願い平成17年末からこの企画に参画した現在はこの法人事業の一環としてこの像の建立を継続しているそれらのことをきっかけに全国の五国神社に奉納するために2006年の夏から特攻有志の像の制作に着手し グラフィックデザイナー塚本明が、陸海軍特攻隊員の多くの写真をもとに、全特攻隊員の象徴として、立像のデザインを行い、それに基づき造形作家三原大水及び坂、水王によって、像の原型が制作された。2007年4月に、鹿児島県五国神社に、最初の像が混流されたが、以降安国神社、全国五国神社会及び、 地元住民の協力を得て、全国52の五国神社に像を建立していくことになっている。この法人は2011年1月に内閣府より移行認定を受け、公益財団法人特攻隊戦没者異例、検証会となっているが、定款第4条に特攻有志の像及び特攻隊戦没者に関する異例費の建立、奉納として実施する。 公益目的事業の一つとして明示している。公益財団法人特攻隊戦没者異例、検証会開放、特攻第7号より引用。ありがとうございます。